はい。それではコードを見ていきたいと思います。外装から見ていきまーす。まずフロントバンパーですね。無限のバンパーになりまして、このあたり綺麗な感じですね。結構ね、車高も低くなるんですけれども、まあ、傷割れなども、特に見当たらず綺麗な状態ですね。こんな感じですね。グリル周りも綺麗ですね。で、左前の方も綺麗な状態になっております。で、ヘッドライトは左右ともクリアですね。続いて、ボンネット。へこんでるところはね、特にないですね。そして、気になるような傷というのも、見当たらない感じです。こんな感じのボンネットになってますね。続いて、左側面見ていきます。まず、フロントのフェンダーです。綺麗な状態ですね。で、ホイールがレイズのホイールですね。ちょっと、モデル的には古そうな感じで。まあ、ガリ傷もこんな感じですね。ちょこちょこっとこうね、ついてるような感じですね。ホイール自体も少しちょっと色あせがあるかなっていうような感じです。で、タイヤはですね、溝はまあ一応残ってるんですけど、結構なんかもうカピカピな感じなので、まあタイヤもちょっとね、交換した方が良さそうかなって感じがしますね。で、ドアミラーは綺麗ですね。助手席側の、ドアですけれども、この辺りは綺麗な状態で、左後ろのドア、こちらも綺麗ですね。で、サイドステップ周りも、綺麗な状態になっております。で、左リアのフェンダー、こちらも綺麗ですね。で、ルーフサイドの方も綺麗な状態ですね。続いて、左側面のへこみ。特になさそうですね。そして、左リアのホイール、こちらはガリ傷は特にないかなといった感じで、まあタイヤの状態はもう一緒ですね、フロントと。続いて、リアバンパー見ていきます。リアバンパーですけれども、このあたりは特にね、綺麗な感じなんですけども、エアロの方ですね、この辺ちょっとね、傷、へこみ、ひび割れ的なものが、ちょこちょこちょこっとこんな感じで、ついております。こんな感じですね。で、右後ろの方は、こちらは特に気になるところはなさそうですかね。で、トランク。トランクも綺麗ですね。上面のへこみも特になくて、色あせも。見当たらない感じです。続いて右側面見ていきまーす。右リアのフェンダー、そしてルーフサイドと綺麗な状態になってますね。で、右リアのホイール、こちらはガリ傷は特に見当たらない感じですね。で、右リアのドア。綺麗ですね。運転席のドアも特に気になるような傷は見当たらない感じでして、サイドステップ、ちょっと下覗くとここに傷がありますね。まあ、このあたりとか、ちっちゃい傷が少しついてるかなっていう感じです。あ、これは多分ちょっと、磨いたら落ちそうな感じですね。はい。で、ドアミラーもね、綺麗ですね。右フロントのフェンダーですけれども、こちらも綺麗な状態になっております。で、右フロントのホイール。ガリ傷はこちらも特になさそうですかね。まあ、ホイールは4本ともですね、ちょっとこの黒の色あせが、
気になるかなといったところですね。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。はい。で、ルーフです。ルーフの方は、まあ、ツヤもあって、気になるような、へこみや傷なども見当たらない感じですね。はい。では続いて内装を見ていきまーす。まず運転席、ドアトリム周りですね。これなんかちょっとなんか垂らしちゃったような跡がありますね。こんな感じですね。まあ、多少ちょっと乗り降りの時に靴当たったかなっていうような跡はあります。で、スカフプレの周りはね、綺麗な感じでして、フロアマット社外品ですね。こんな感じになっております。で、純正のレカロシート。この辺のスレがね、全然なくて、シート自体結構、ユーロ R の中ではね、綺麗な方だと思いますね。助手席側もこんな感じで、綺麗ですね。で、ステアリングのスレも、まあ、多少擦れてる感じはありますけれども、まあ気になるようなレベルではないのかなっていうような感じです。で、ダッシュボード上も綺麗ですね。こんな感じです。で、オーディオ周り。こんな感じになってますね。ちょっとシフトノブがガサガサですね。ブーツなんかは綺麗な感じ。まあ、ノブなんかはね、社外品変えちゃってもいいかもしれないですね。うん。こんな感じになってますね。なんかいろいろとね、配線通してますね。ここもね、ちょっとここに穴開けて、なんか配線を通したりと。ちょっとこの配線周りは処理が汚い感じはします。はい。で、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。エンジンかかりね、スムーズですね。手上がりもいい感じです。で、これ Apple CarPlay ですかね。こんな感じで装着されている感じですね。で、まあ純正のナビというような、こんな感じの仕様になってますね。はい。で、続いて、リアシート見ていきます。右リアのドアトリム、綺麗ですね。リアのフロアマットも社外品になってまして、綺麗な状態です。で、リアシート、右後ろも綺麗ですね。ドラレコの配線をこう持ってきてたんですね。はい。ちょっと配線周りは DIY な感じですね。で、トランクですけれども、トリム類は特に欠品しているところなくて、まあ、この辺のね、ちょっとした傷なんかはありますけど、まあ、まだ綺麗な方だと思いますね。車載工具スペアタイヤの方も揃っております。続いて、左リアのドアトリムです。綺麗ですね。こんな感じで、左リアの方もシート周りは、まあ、多少ちょっとシミっぽいのがあるかなっていうぐらいな。感じですかね。こんな感じです。そして、助手席側のドアトリム。綺麗ですね。こんな感じですね。で、スカフプレートの方も綺麗な感じで、フロアマットも綺麗ですね。こんな感じの内装になっております。エンバリも特に垂れてきた、ちょこっとだけここね、垂れてきてるかなっていうぐらいですね。はい。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい。ではエンジンルーム見ていきまーす。まずベルト周りからですね。こんな感じで、まあ、特にね、変な音はしていなくて、エンジンの方も静かですね。こんな感じです。で、エンジンルーム内も、まあ、これだけの距離、そして年数経過しているとは思えないぐらい結構ね、綺麗な状態ですね。まあ、先ほどね、ちょっと洗ったばっかりなので、まあ、この辺ちょっとテカテカしてますけども。こんな感じで、綺麗に、仕上げたらこんな感じの綺麗なエンジンルームになりました。では続いて、試乗してみたいと思います。
はい、それではコードユーロ R 試乗してみたいと思います。後期モデルですね。走行距離が16,500、600キロと、あ、1万じゃない、16万5,600キロですね。まあそこそこ走ってるかなといった感じのアコードです。でクラッチはかなりこうペダルもね軽くてつながりもスムーズなので、まあ一度はねもう変えてるでしょうね。ミッションの方の入りもねスムーズですね。でブレーキのタッチも特に問題ない感じで、今エアコンもつけてまして、涼しい風もね出てきてますね。まあ加速なんかもいいですね。 K20A らしい、トルクのある加速で、まあ16万キロ走ってますけど、まあ、特にパワー感的に何かね、落ちてるような感じはしないですかね。で足回りはノーマルなので乗り心地も非常にいいですし、ソフトな感じですね。まあやはり気になるのはちょっとこの配線周りですかね。あーでもこれ後ろドラレコのカメラかと思ったんですけど、ドラレコではないのかな。前には特にカメラがついてないですね。後ろのカメラは何だろう、まあ、ちょっとこの辺の配線の処理の仕方と、ダッシュボード上にツイッターがついてるんですけど、これも、しっかり止まってなくてコロコロしてる感じなので、まあ、この辺はちょっと手直ししてあげたいかなっていうところですかね。まあ、あとはタイヤですね。なんかすごいカピカピのタイヤがついてるので、まあでも乗り味は非常にソフトな感じで、アコードユーロ R らしい、スポーツセダンって感じですかね。まあ、街乗りも快適に走れる感じですね。で結構ね、レアな無限のエアロを装着しているので、まあ車高を落としたくなるとは思うんですけれども、フェンダーのところのタイヤの隙間なんか見るとですね、これを落としていきますと、まあ間違いなくこのね、無限エアロは擦りますね。結構分厚いんで。まあ、それでもね、ベタッと落とすとね、すごいかっこいいんですけどね。まあ、その辺は、次のオーナーさんの好みでやってってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ特に変なガタが出てるとか変な振動出てる、そういうのはなさそうな感じです。まあ今このね、30キロ40キロぐらいの、ペースでの走行でというような感じではありますけれども、とても快適にドライブできそうかなといった感じですね。はい、以上アコードユーロ R の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。